唐揚げは、揚げ置きをしないと。あ、そうなんですよ。一緒に弟子倉敷市馬喰町にあります唐揚げ善ちゃんさんにやってきました。最近結構インスタグラムとかでも話題で、まあ、唐揚げはもちろんなんですけど、特にこうとってもキャラの濃い店長がいらっしゃるということで、僕も楽しみに行っていきたいと思います。失礼します。こんにちは。あ、はじめましてではないですけど、花君、久しぶり、はい、お久しぶりです。今日は撮影よろしくお願いします。いやこちらこそよろしくお願いしま す, しします。ありがとうございます。 T シャツが、これは豚そば M の T シャツです、はい、ですね。倉敷市平田にある人気ラーメン店の T シャツを着られてますね。はい、はい、こちらが店長の善ちゃんさんです。この券売機で先に買っていただいて、対応するっていう形ですね。はい、じゃあちょっと券売機こちらにあるんで買っていきたいと思います。メニューは美味しい唐揚げ、倉敷唐揚げ、これ違うんですね。え、これ美味しい唐揚げと倉敷唐揚げは何が、味が違うんですか。あ、味が違うよ。混ぜてあるタレが違って、あ、この醤油が、はいはい、鹿児島の、はい、九州醤油を使ったのが美味しい唐揚げで、はい、そうで、倉敷の虎醤油さんと、はい、一緒に作ったタレを、はい、タレがあるんだけど、それを使ったのが、あの、倉敷唐揚げですね。あ、なるほど。味が、じゃあ使ってる調味料、醤油が違うっていうことですね。他にも手羽先、砂ずり、あ、お弁当もあって、メガもありますね。優勝飯。優勝飯って言ったら、どんなご飯？これはね、はい、これなんだけど、優勝飯。うん、刻み唐揚げ、はい、メンマ、ネギを、はい、あのちょっと甘いタレで絡めて、ごま油と、あ、絶対美味しいですね。その他1000円、500円、300円、100円、これは何か、あ、これは、はい、あの期間限定メニューとか。あ、なるほどですね。そうそうそう、なんか俺変なの作る時あるんよ。あ、そのオリジナル唐揚げみたいな。そうそう、とかタレとか、あ、はい、そんなを買ってもらうようで、あ、なるほどです。用意します。あ、今一応あるよ、ヤンニョムチキンのタレがあるんで。なるほどです。もし行ったら、それもちょっとトッピングでつけさせてもらってもいいですか。もちろん。もう大体その注文を受けてから、もう一から。あ、そうなんですよ。基本的には唐揚げは、揚げ置きをしないと、はい、いう感じです。ゲール1問、ゲール1問で。Thank you.
では到着しました。ぜんちゃんさんの美味しい唐揚げとこちら優勝飯ですね。もうてんこ盛りです。揚げたてをじゃあいただきたいと思います。うわ、串を入れた瞬間サクって言いましたけど、こんな感じですね。めちゃくちゃなんか香りがもうこの時点ですごいする。わ、絶対美味しい。じゃあいただきます。うん、音、うん、うまっ。これはうまい。うん、サックサク。あれが食べてもこれ美味しいっていう感じで、あのめちゃくちゃ美味しいです。花君ありがとういやこれなんだろうな、重たくないというかどんどん食べれる。はい、じゃあ続きまして優勝飯、こちらは刻み唐揚げとメンマ、それをこう秘伝のタレをかけた、もうあの完全、食べたら完全優勝というこう丼ですね。基本はメンマ、刻みネギ、唐揚げに甘い甘だれとごま油、はい、それを使ったタレでこうあえてますよね。甘辛い匂いがあります。うん、あ、うん、うん、メンマ効いてますね。じゃあ、はい、ちょっとごま油も入ってる。あ、なるほど、風味がいいだろ。はい、うん、あ、めちゃくちゃうまい。これもうん、鶏飯をもっとあの秘伝のタレで甘辛系で、さっき言われたごま油が効いてて、はい、じゃあ続きましてもう一つの倉敷唐揚げをいただきたいと思います。倉敷唐揚げ、ちょっと色がなんだろう、より醤油の茶色い色がついてる感じですかね。ごめんなさい。うん、あー、はいはいはい、いや、どっちも美味しいですけど、それぞれ違って、ほんとこっちは昔懐かしい、なんか落ち着く家庭的な美味しさですね。タラ醤油さんの、あの醤油コラボというか、あのされてるみたいで、うん、あ、こっちも好きです。はい、で今あの限定メニューでヤンニョムのタレ、こちらを今販売されてるみたいなのでいただきたいと思います。結構ねっとり系の、おお、結構、うん、最初に甘みが結構きて、うん、最後の方にあの辛さがきて、うん、なんだろう、スイートチリとかそっちにも近いような。そうそうそう、はい。ちなみに善太さん、なんで唐揚げ屋さんをこうしようというか、オープンされたのとかいつぐらいになるんですか。あ、一応、はい、まあその店を始めたのは 2年ぐらい前。ああ、そうなんですね。うん、で、まあ唐揚げ好きだし、はい、まあもうこれしかねえかなっていうか、うん、で、まあ始めたんだけど、うん、まあ好きでずっと作るようになるの。あ、そうなんですね。そうそうそう、うん、では僕としてはこう、善太さんのこうキャラクターもすごく、うん、あの他にいないというか立ってるキャラクターなので、もう本当いろんな人に食べてほしいなと思うんで、今回のこう YouTube を撮らせてもらってる感じなんですけど、どうですかね。あ、機嫌悪くない？みんな来てね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。